ちょい。あー、やっと来た。お待たせ。おどどど。何やってんだ、のび太。ドラちゃんは？ドラだ。ミニドラえもんって言うんだ。かわいい。ミニドラちゃんのおかげね。ドラら、もっとシャトルをよく見て。のび太さん、怖い。僕がついてるよ。海の上だ。嘘。なんなの、私たち確かに公園の池にいたのよ。どうしてこんなところに連れてきたの。ボートを漕いだのは君だよ。のび太さんが漕げないからでしょ。まあそうだけど。本物の無人島だ。何のんきなこと言ってるのよ。ママだから心配なのよ。ま、これのび太さん一人で。ああそうだよ。風が吹いたら潰れちゃうんじゃ。ちょっと周りの様子を見てくるわ。早く早く。あー、自分濡れ。着替えもないのに。どうやって？こんな形の葉っぱが生えてたの。すごいわ。でも食べられるのかしら。もし毒があったら。すごい、よく知ってるのね。おいしいけど、このお魚全然骨がないわ。食べやすくていいじゃないの。のび太さん。綺麗ね。うん、私のび太さんを見直したわ。どんな時でも前向きで。いや、もしこのまま帰れなくても二人で一緒に頑張っていきましょう。夢じゃないのね。おちょこがちょこちょこと可愛いわ。そう、のび太さん出かけてるの。最近のび太さんどうしたの。学校でもいつも一人ぼっちで、話しかけても上の空だし。食べちゃってごめんなさい。ごちそうさま、のび太さん。頑張って、のび太さん。着いたわ。あ、ピアノ？ミュージックチャレンジ。反射神経と横跳びの練習。鍵盤を踏んで演奏しよう。これなら簡単よ。道具を借りるのは大変ね。じゃあしばらくポケットごと貸すよ。これがあれば何でもできるわ。けど困っている人って案外いないものね。長い間乗ってるとどうも。待っててね、シンデレラちゃん。ごめんなさい、そのお願いは叶えられないわ。だって悪いのはたけしさんたちでしょ。魔女子は正しい人の味方だから。開けてこんな夜遅くまで夜遊びする子はうちの
ぱり魔女っ子も楽じゃないな。二人ともすごいわね。でもお使いの途中だから。ありがとう。面白い人ね。何かしら。あら、私の家だわ。チルチル。やめて。どうしたの静香ちゃん。スネオさん、どういうこと？スネオさん、ステージ衣装の敵だ。ああ、ごめん。マジやめ。もうスネオさん。そうね、春夏秋の花が一年中いつでも見られる花壇が欲しいわ。ああ綺麗、どうもありがとう。タケさん落ち着いて。見て見て
この子。ねえ、寂しそうでしょ。ジャニー、のび太さんにはわからないのよ。ジャニーちゃんとジャック君はとても愛し合っていたのよ。それなのに突然ジャック君が行方不明に。なんてことしてくれたのよ。ジャニーちゃんまで行方不明になったらあなたのせいだ。それが、パパがお仕事してるの。今日はうちで騒いじゃいけませんって。え？ん？ほうほう。ちょっと失礼。スラスラスイロビタさん困るわ。おっとよ。え？こりゃ驚いた。ちゃんとできてる。のび太さん、一体どうしたの？お勉強苦手だったでしょ？ちょっと、なんでテロちゃんをいじめるのよ。え？でも。よーし、みんなで走ろうぜ。あら、のび太さん、どうぞ入って。世界で一人しかいないのび太さんだもの。珍しくて。ちょっと待ってて。ママ。はい。何？お腹空かして絶滅したら大変。何か餌をあげて。そうね、すぐに用意するわ。いい気持ち。露天風呂みたい。こんな広々としたお風呂に一度入ってみたかったの。お？気のせいかしら。喧嘩するのやめて。
静香ちゃん、僕らは恋人だよね。僕のこと好き？それは教えてよ。恥ずかしい、そのこと言えないわ。もう私はのび太さんのこと、ねえのび太さん、こんな人放っておいて恋人の私と行きましょう。ダメよ、のび太さんは私の恋人よ。私はのび太さんの恋人よ。やめてやめて。私のよ。私のだ。しずかちゃん助けて。凶悪犯人ののび太、ついに見つけたわよ。今すぐ逮捕します。王様の命令だぞ。おとなしく捕まりなさい。しずかちゃん、のび太さん、ごめんなさい。ローマのお風呂が素敵だったからつい。なんなの一体。あら、綺麗になってる。のび太さんなんてもう知らない。本当にもう嫌い、大嫌い。理由はないけど。相棒さん、一緒に美味しいケーキを焼きましょう。おかしいわ、いつもはもっと上手にできるのに。ストロー？ほりほり。そうそう、こないだクリームソーダを飲んだ
だ時立て替えた100円返して。ああそれは返して。のび太さん、もう暑いわ暑いわね。まあ味はみんな一緒だもんね。それにもっと色味があると。一体どうしちゃったの。ちょっとね。何それ、調子に乗りやがって。信じられない、のび太さん、私にそんなもの。いいわ、これも運命だと諦めて一枚買うわ。やっぱりこのことを忘れて。風が気持ちいいわ。このいい匂い、おいしい。うわ、しずかちゃんだ。いい土の畑があるんだ、一緒にどう。いや、素敵な家だよ。しずかちゃんもぜひおいでよ。そういえばこの間不思議な家の映画を見てきたの。不思議の家、とっても怖いの。お化けみたいな家よ。入った人食べちゃうの。もっと詳しく教えて。いいわよ。ね、怖いでしょ。おやつちょうだい。ちょっと待っててね。はい、お待たせ。フリ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 。かわいい。これでいいのかしら。なんか変な感じね。ドラちゃんも一緒に遊びましょうよ。でも丸くなったドラちゃんもかわいいわ。デキスミさん、入れちゃったけど良かったかしら。ほんと綺麗ね。わかる、去年犬のコンテストで優勝したんだ。よしよし。とにかく金にはいろんな金があっていろんなものができるんだ。面白そう。綺麗。遊び行こうぜ。ごめんなさい、私も忘れてたわ。はい、これベッドの横に落ちてたの。ありがとう。なんなの。うわー、綺麗ね。ママ、石鹸がないわ。はい、石鹸。嫌い。あなた、それはサンタさんからノビスキへのプレゼントでしょ。どうしよう、どうしよう。私のパパね。どこもかしこもネズミだらけだ。あら、のび太さん。いや、しずかちゃん、明けましておめでとう。あ、おめでとう。そうだ、見て見て。え、まさか、ひょっとして、お願いやめて。ほら、かわいいでしょ。初売りの福袋で。ケーキが出てくるとは限らないんだからさ。私のことなんて教えたのかしら。ディリディリディリン。しずかちゃん。のび太さん、ドラちゃん。見て、このメガホンすごいんだよ。そう、今急いでるからまたね。いただけるなんてありがとうございます。なんでもありません。ありがとう。
見つかってよかったわ。何これ。助けてあげましょう。ママだわ。ドラちゃん、なんとかして。のび太さん、たけりさん、ドラちゃん、見て見て、ピンク色が。かわいい。助かったわ、ドラちゃん。ありがとう。一度こんな素敵な部屋に住んでみたかったの。お気に入りの子も連れてきたのよ。ここならバイオリンも思いっきり弾けるし。のび太さん、静香ちゃん。大変よ、のび太さんの家に泥棒が入ったの。どうしちゃったの私。早くなんとかして。静香ちゃん、これからピアノのレッスンなのよ。もう転ばないようにね。ありがとう。私も。そうなの？そうそう、ニュースで見たわ。気球頑張って進んでるみたいね。うん。いないな。まさか。食べ物を持ってきてあげる。本当？うん？お腹すいた。もう冗談はやめてよ。あんなにどら焼き食べた後なのよ。わかったわ。あとは待ってね、ドラちゃん。今助けるから。ピアノの先生厳しいからちょっと苦手なの。何よこれ。あんな嘘くらいで。このロープは厳しい。ダメだ、全然ほどけない。嘘の罪だとどのくらい縛られるの？1時間くらいかな。それは厳しい。嘘は重罪なんだ。泥棒の始まりだからね。納得してないで、なんとかして。よせよ二人とも。弱い者いじめは良くないぜ。悪い、3日くらい風呂入ってねえんだよ。今回の宿題は難しくて僕もできなかったんだよ。仕方ないよ。そう、あの宿題ができるとすればもう一人しかいない。噂をすれば天才のお出ましだ。早速天才ののび太さんに宿題を解いてもらおうぜ。そうね。やったー。あ、いたいた、静香ちゃん。お、あら、のび太さんにドラちゃん。一緒にパラシュートで遊ばない？のび太くんが作ったんだ。おいしい。そうよ、いいえ。え、嬉しい。思いっきりバイオリンを弾ける場所が欲しかったの。ありがとう、のび太さん。風邪で寝込んでたんだけど。ダメよ、子供たちにあげるんだから。かわいい魔女さんがおねだりしてるわよ。かわいかったわね。やだえ。のび太さん、怖がりすぎよ。君はもう何てこと。のび太さんのエッジ。はいはい、もしもし。静香ちゃんは太ってなんかいないよ。きっとドラえもんに何か借りたんだよ。本当なら許せないわ、のぞき見するなんて。なんて美しい言葉なの。早く早く続きを書いて。あら、のび太さん。静香ちゃん、写生？ええ、でも気に入った景色ってなかなかないものね。のび太さん、起きて。たけしさん、ひどいわ。最近お菓子を食べ過ぎちゃうの。え、目の前にあるとつい手が伸びちゃって。かわいい。よく見るとかわいいわ。やっぱ
り恥ずかしいわ。これじゃ外も歩けないわ。どうしよう、このままじゃお家にも帰れないわ。途中から楽しくなっちゃって、また文字が浮かんできたわ。わかまま、ずうずうしい、ゴリラ、ジャイアン。ちょっと死にますよ。のび太くん、顔がにやけてる。診察室ではお静かに。はい。あらやだ、生焼け。どうしたの？ちゃんとセットしたのに、おかしいわ。のび太さんの軍手、なんで？さっきのリスかしら。まさか天狗？私苦手なの。誰が来るもんか。ひどいわ。実はそのダメ、言えない。僕で力になれることなら何でも言ってや。実は今日商店街のハロウィンミニコンサートでピアノを弾くことになってるんだけど、それで今朝鏡を見たらちょっと気になってきちゃって、こんなつもりじゃなかったのに。前髪を切りすぎたの。そんなこと、こんな前髪じゃもう学校にも行けないわ。それは全然違うわ、もう終わりよ。すごい、元通りの長さだわ。平気よ、前髪が戻りさえすればいいの。長い分には切れば大丈夫。ありがとう。せっかくだからいろんなヘアスタイルを試してみたら。うん、これもこれもこれもいいかも。新しいスカートなんだ。